Hey, what's up, guys? Today we are checking out Scarlet Nexus Dev Diary number 2. Let's check it out. Sekai. 超巨大なニューヒムカという国が存在していて、もうほとんどその一国で、海の外という概念は今回はあえて語らないという形で何も表現はされてないんですけれど、ひとまずそのニューヒムカという大きな国があって、その中でとスオーセーランっていうさらに大きな町があり、でそこに若干対抗するような形としてまた別の一つの国といいますか場所があるみたいな、マトゲツという勢力があるっていう、でそれ以外のことは特には語らないということで、今回はその舞台を絞ってなるべくそこを掘り下げる形で作っていこうっていうような経緯があったというふうに記憶しています。で世界観としては先ほどあの90年代っていう話が出たと思うんですけれど、 I love the world. It kind of reminds me like a this place kind of reminds me like a Times Square and Shibuya Crossing という思いがありました。なのでと全く知らない未知の世界のあの未来的技術ではなくて、自分たちが知ってるものの延長というふうに表現した方がいいだろうというふうに思って現代を選んでます。ニューヒムカについてちょっと補足なんですけど、まあ、脳があの本作のキーワードになっているということは何度かこの場でもお伝えしましたけど、その極度に脳科学が発達してて、その今現在の僕らがその電力を使っているような感じで、その脳の力、能力というものが発達しています。で人々はその何か端末を用いないで自分の脳の力でその、まあ、いろんなことを成し得ているというか、あのニューヒムカの中に、oh, here we go. そのサイネットというその大規模ネットワークがあって、そのサイネット経由で、oh, so like、kind of like、world? は何でしょうかね、そのいろんな医療だったりとか、 It reminds me so much of Near とか、そういうものを情報を Does anyone else get those vibes? 生活しています。なのでその人々はその大規模な究極の IoT ですね、究極の IoT のサイネットというその技術を使いながら生活しているというのがニューヒムカですね。でその脳が全て接続されたっていう環境が結構この本作において特殊な設定で、まあ、そこが結構物語上でもその、まあ、大きなその問題というかその渦中になっていくので、そのぜひそのあたりを楽しみにしてもらえると嬉しいなと思っています。 It looks like a freaking anime, dude. The graphics. 先ほど近未来という話が何度か出てきたと思うんですけれど、時代設定というのは明確にはしていなくって、あの作中にも2020という言葉が出てきたりします。なのでちょっと僕たちと知ってるようだけれど何か違う、何か発展した世界があるみたいな、そういったところの落としどころとしてもそのブレインパンクという言葉を活用して技術を表現しているというのがあります。 I like how that's their kind of buzzword for this game. Play it on the all new Xbox. All new Xbox. You play on a PC?Maybe. I think it's coming to PC too as well. It would be silly not to include it on a PC. But this is like, look at this. So it's like an open world action RPG? And everyone has like a day-night cycle? Okay.人々は何でしょうかね、そのいろんな医療だったりとか、あとはインフラだったりとか、 I really like the, そういうものを the monster designs in this game. I kind of wish they showed a little bit. なのでその人々はその But they're kind of focusing on the world. 究極の IoT ですね。究極の IoT のサイネットというその技術を使いながら生活。Okay, you kind of lost me here. Internet of Things, Society under Cynet.This part, wait. 本作において特殊な設定で、まあ、そこが結構物語上でもその、まあ、大きなその問題というかその渦中になっていくので、そのぜひそのあたりを楽しみにしてもらえると嬉しいなと思ってます。ちょうど1個補足があって、じゃあ、 あの先ほど近未来という話が何度か出てきたと思うんですけど、 We get it. 20XX is coming out. We get it. でそこに若干対抗するような形としてまた別の一つの国といいますか、 cool, cool, cool. 場所があるみたいな、 I love it.The design and the detail of the world. それ以外のことは特には語らないということで、今回はその舞台を絞って、It has that kind of そこを掘り下げる形で作っていこうっていうような経緯があった。Bleakness and emptiness that kind of near kind of level design had. 世界観としては先ほどあの90年代っていう話が出たと思うんですけれど、そもそも今回のゲームって新しいゲームだったので、お客さんが、Yeah, that's awesome. If you can kind of
explore this entire, this whole city? Kind of like a Yakuza game? That would be sick. Or if is it more linear? I have to see. I have to see. So that is our look at the Scarlet Nexus Dev Diary number 2. If you enjoyed this video, if you're excited about this game, let us know in the comments below. Like it, subscribe. Take care, everyone.